鈴鹿家の木の下に集まるトレーダーたち鈴鹿家協定は1792年5月17日にニューヨーク証券取引所は以下の通りである。鈴鹿家協定の呼び名はエコノミスト誌のコラムにおいてこの金融市場を叩えて命名された。1793年の後半、彼らのビジネスはトンチンコーヒーハウス内で行われていた。ありがとうございます。